はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われます関谷記念の最終見解および小倉記念をやっていきます。一晩考えた結果、こんな感じの印になりました。まあ、本命はですね、ディヴィーナにしました。で、2番手がダノンザキッド、3番手白三角がザダル で新たにですね、まあ、穴馬、大穴ですね、首里を加えさせていただきました。はい、では詳しく解説していきます。まあ、一応ね、ディヴィーナには本命打ったんですけども、正直まだ天気が、分かりません。絶対に僕はオンボババ、道悪になると思ったんですけども、今現在ね、土曜日の1時に撮ってるんですけども、まだね、雨は降ったみたいですけど、ババがね、両ババなんですよ。もしかしたらですね、ちょっと台風がそれたりしたら、そんなにね、実はババ悪くならないのかなっていう、可能性も出てまいりました。まあ、それでもですね、まあ、この馬を本命にした理由は、じゃあ別にね、両ババになったからといって特段で狙いたい馬がいないからってことで、まあ、前回と同じような、印になりましたね。やっぱり前々走で、まあ、やや重かって、このビクトリアマイルでもですね、まあ、11着なんですけども、まあ、ソダシを除いた、まあ、他のソングラインとかデアリングタクトあたりからはね、そんなに差のない競馬できたんで、まあ、まだね、4歳牝馬ですし、これからね、成長していくってことを考えれば、まあ、このオッズで買えるのは結構いいんじゃないかということですね。で、武豊騎手もね、まあ、ここ最近は結構ね、調子がいいですし、まあ、この人気でもですね、十分持ってきてくれるんじゃないかというのが、ディヴィーナですね。で、ダノンザキッド、もうこれからは正直消去法になります。まあ、他にね、本当特に買いたい馬がいないんで、なんならね、ディヴィーナの単幅だけでいいかなとも思ったんですよ。まあ、ただね、それじゃあ、もしね、ディヴィーナ除外になった時に、買う馬がいなくなっちゃうんで、まあ、この馬を、まあ、対抗にしたわけですけど、単純にまあ力が上ですよね。まあ、叩き台なのはもう十分承知なんですけども、それでもですね、十分勝ってしまう能力っていうのはあるんで、やっぱりね、川田騎手が乗って、先行できる。で、この安田厩舎とダノンの組み合わせがめちゃめちゃね、相性がいいですし、意外とね、割れそうでね、人気しなさそうなんで、まあまあ、さすがに 5.5 倍もつかないと思うんですけども、まあ、思ったよりはね、そんな人気しなさそうだったら、まあ、ダノンザキッド対抗でもいいかなと思います。で、3番手がザダルですね。まあ、この馬はですね、前回、オモババはね、走んないって言ったと思うんですけども、まあ、もしかしたらね、その、ババがね、やっぱりそんなに悪くならずに、意外とね、綺麗なババになる可能性も出てきたんですよ。ってなったら僕はね、両ババで狙いたい馬はこの馬だったんですよ、ザダル。で、人気もですね、まあ、この馬今回、落ちますし、この馬はですね、本当に人気落ちた時しか基本的には走んないんで、まあ、前回、前々回、まあ、4番人気、3番人気から今回9番人気ですか、現在。またね、人気下がったところ、それこそね、金牌の時みたいに穴を開けてくれるんじゃないかということですね。で、穴馬が首里ですね。まあ、単純にこの馬を買った理由は、5走前のこの新潟のリセット競争ですね。まあ、逃げて勝ってます。で、まあ、他にね、その前行くとか逃げそうな馬ってのが多分このレッドライデンと、まあ、ウィーンカーネリアンぐらいなんですよ。なので僕はね、思い切って逃げてほしいやつ。5走前の時みたいに。差し競馬になったらちょっとに切れ味は叶わないと思うんですけども、まあ、今回はですね、ジョッキーが、まあ、津村騎手に代わってね、何か一変したら面白いかなということですね。で、まあね、イルーシブパンサーはね、残念ながら岩田未来騎手がどうやらね、乗り換わりで、まだね、ちょっと誰に乗り換わるか出てないんですけども、まあ別にね、この馬はもともと別にどの騎手だろうがですね、買う予定はなかったですし、まあ一枠一番引いちゃったんでね、正直ね、この新潟の戦力で、内枠はね、全くアドバンテージがないんでね、それこそ、詰まる可能性の方が僕はあれ高いと思ってしまうんで、買いたくないですねってお話です。はい、ということですね。関谷記念は以上になります。で、今週はこちらのレースもございます。小倉記念ですね。こっちもまあハンデ戦でね、すごく荒れそうな匂いがするんでやっていきます。まあ人気どころはですね、まあこのジェラルディーナ、マリア・エレーナ・ムジカ、まあこのね、牝馬3頭はね、かなり人気すると思います。まあそれはですね、よくわかるんですけども、ただね、このレースはハンデ戦です。夏のローカル戦です。人気馬から狙っても何にも僕はね、面白くないと思います。なので、今回ですね、ちょっと狙いたい穴馬3頭ほどいるんで、お話しさせてください。まず1頭目が、モズ流れ星ですね。まあ、金層の成績見て、どこに買い要素があるんだっていうかもしれないんですけども、まあ、これがね、モズ流れ星の全成績なんですけども、実は、昨年の勝ち馬なんですよね。で、まあね、昨年のレースなんですけど、まあ、今年はですね、まあ、ババが良くて、結構ね、多分タイム早いと思うんでね、比べるのもね、どうかと思うんですけども、まあ、去年、
外枠の3頭が来てますね。モズ流れ星、ヒュミドール、スーパーフェザー。なんと今回もモズ流れ星、スーパーフェザー、ヒュミドール、なんとね、共に7枠8枠入ったんですよ。これはね、僕運命だと思ってて、なんだかんだこのコースって結構ね、差しが決まるんですよ。それこそですね、まあ中京の1008でしたけども、まあカテドラルが差して2着来たじゃないですか。ってことで、昨年の1着2着3着馬が出てて、なおかつ外枠なんですよね。で、人気がまあ全然ないと。なので昨年の勝ち馬モズ流れ星で、ヒュミドールももちろんですね、狙い目ですし、スーパーフェザーだってですね、僕は全然力が劣るとは思いません。なのでまあ今回はその1頭がじゃなくて、モズ流れ星、ヒュミドール、スーパーフェザー、この3頭が穴馬になります。なので馬券買うときには多分あのモズ流れ星とスーパーフェザー、ヒュミドール中心になるんで、多分7枠8枠買うことになります。ってなったら、この7枠のカテドラルはどうなるかっていうと、僕は今回きついと思います。なんでかって言いますと、僕はね、前回この中京記念カテドラルをですね、本命にして副賞1万円取らせていただきました。でも今回は小倉の 2000m です。一波論伸びるんですよ。で、このカテドラルっていう馬はもともと1608の馬なんですよね。2000になるとちょっとね、距離が長い気がするんですよ。ってなった時に、なので昨年のだから1着2着3着はですね、この辺が突っ込んでこれば面白いかなと思います。で、あとはまあその鞍上で言うと、まあヒンドゥタイムズですね。先週レパードステークス穴を開けて勝った方騎手が乗ります。まあね、休み明けなんですけど、別にねそんなに弱いとは思えないですし、まあ力がねそんなに落ちてなければ十分僕は構想するチャンスはあると思ってます。まあ今ねカデナが人気してますけど、まあ当然ですよね、この馬は小倉強いですし、人気するのはわかるんですけども、この人気じゃ買いたくないですね。この馬もねそんなに人気ない時の方がねよく突っ込んできてくれるんで、ってお話と、まあこのピースオブエイトがまあどこまでやってくれるかですね。まあ3歳馬ながら、ここに挑戦してきまして、まあダービーはですね本当にまあ大敗、まあ、なんか故障かなんかあったかわかんないんですけど、めちゃめちゃ負けました。ただね、距離も短くなって相手も、弱化するんで、まあここも狙ってもいいかなと僕は思ってます。ということでですね、こちらも以上になります。はい、ということでですね、両レースが終わりました。来週はですね札幌記念がございます。まあ、札幌記念のねメンバーを見ると結構豪華ですね。本当に G1 級の馬が結構揃っています。まあ、なのでですね、やっぱり面白そうなので、今回は札幌記念多分水曜日に動画上がると思います。で、あとも金曜日土曜日と、まあ、週久々にね週3本、動画を上げていきたいと思いますんで、お願いいたします。はい、ということでですね、これで以上になります。まあ、あとですね、私ツイッターノートメンバーシップやっております。よかったら概要欄に貼っておきます。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。